来ましたよ。来ましたね。みきおさん。なんかずっと話してた企画が。みきおさん来ましたよ。来ましたね、今日できる。いやー、でもすだりおれへんと。いないんじゃないですか。いたら俺逃げないといけない。おめでとうございます。ありがとうございます。みきおナイスファイト。なんとか。強かった。強かったっす。去年ぐらいからね、新たな道場でけっこ行きましょうと。確かに確かに、話しましたね。で、やっぱ僕たち、私たちにできることは、まあ、もう活性化じゃないけど、いや本当なんかそういうところで恩返しできないのかなということで、うん、でけっこ企画第1弾、無限優秀会に来ました。おー、いいっすね。なんと今日、行ってません。来ること。自分がですか。言ってません。でもな、俺心配なんですよね。なんでそこ心配だ。キャーうおーってならないと思いますよ。なるって、だってなってたよ。今日カメラは僕の後輩なんですけど。いや、それ空手ちゃんとやってる人ですよね。だって部活ですよね。はい、なるっすか。誰でかいけどみたいな。さっきちょっとね、あの挨拶しに行ったんですよ。空手始めて半年とか1年ぐらいだったんですよ。いやだけどこうスーパースターなの、ほんと。知ってるでしょ。怖いわ。知ってます。知ってるよな。みんな知ってます。俺福さんのチャンネルよく見てるから知ってるんですけど、もうこの持ち上げ方が怖いですよ。いやもうそれみんな知ってるから。知ってんの。当たり前じゃん。あ、本当ですか。じゃあ世界の道用だから。じゃあそうですね、ちょっと決めていきましょうか、うん、しっかりね、かっこつけてね。今日はもう頑張っていきましょう。お願いします。もういや楽しみです。喜んでもらうようにね。そうですね、頑張りましょう。まあ本当空手盛り上げれるように頑張ります、はい、本当にね。やだよ。これだってやばない。道場にいきなり上田美希郎来たってめっちゃおもろない。うん、大興奮です。やばい。上田美希郎。おぉ、盛り上がった。おぉ、ちょっと量が多くなったけどいいよ。おぉ、さあ、どうなったか。全く想像つかない。行きます。おぉ、上田美希郎さんです。上田美希郎さんです。優しい優しいしかない。で今日僕たちは何をやるのかというと、うん、こう部活に潜入して普段どんな練習をしてるのか。確かに、なんかめちゃくちゃ練習もハード。ハードに優しく。ハードに優しく、うん、まあ、知ってもらいたいですね。うん、そう知ってもらいました。そう、もうさっきのオープニングなしですね。だから多分、いや、でも絶対知ってる。知ってる。絶対知ってる。だって知ってる顔してるもん。ちょっとえ、お名前は。あ、斉藤光美です。斉藤君、はい、斉藤さん。僕はちょっと知ってる。いや、初めまして。ちょっと知ってる。知ってます。知ってます。知ってます。知ってる。はい。どういうこと。さっき言ってた。知ってる。知ってるの。知ってるけど、うん、あんまり興味ないみたいな。いや、本当は知らないです。どういうこと。ちょっと待って、難しい。やべえ、俺まだ YouTube 慣れてない。あれだわ。だ、今日練習して、もう知ってもらいましょう。確かにそうだ。こういう人もいるんだよ。そうですよ。こういう空手家もいたんだよ。今、空手始めてどのぐらいですか。高校始めてから2年。おー、緊張してるな。ということで、じゃあ早速いきなり行きましょう。そうですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっと空手やめて、どういう練習するんですか。俺後ろから見守ってるんですよ。 OB だから。まず体力稽古、基本稽古とかやった後に体力稽古で疲れて。体力稽古好き。大好きです。絶対好き。楽しいです。めちゃくちゃ楽しいです。本当その顔してんの。大場先生好き。大好きです。あ、よかった。めっちゃ優しい。おー、めっちゃ偉いんだよ。部活ってこんなんなん。今の部活ってこの後どう、何が始まるの。桃川先生、この後基本ちょっとと移動稽古と、はい、肩やったら、ちょっとミットの方やって、はい、シェイマッチシェイグーシェイグッシェイ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 マッチシェイグーシェイドンシェイシェイシェイゴーシェイマッチシェイシェイマッチシェイグーシェイ
演舞を見せてくれるみたいなんですけど、部活なんでなんか文化祭とか学園祭でやるみたいなんですよ。それをちょっと今日はね、なんか有名みたいで、ここの演舞が音に合わせて、そうです、音に合わせて自分たちで型とか組手とか約束とか、ちょっと今の時間ちょっと確認して動き、すごい。上田選手もどうですか、そうですか、演舞ってやるんですかぶつけということで、今からスパーリングみたいです。スパーリングみんながっつりやってるんですか、高校の人たちは。全員が全員がっつりやってるわけではないです。あ、全員が全員選手じゃないんですか。そうです。年に1回試合は出なきゃいけないんですけど、めっちゃがっつりやってる子たちはちょっと少ない。部長は誰なんですか。僕です。おー、よろしくお願いします。おー、すごい今日サポーター全員電話してじゃあ、いや違う、いやですね、全然臭くない、全然臭くはないんだけど。だからちょっとじゃあ先輩のサポーターの匂い嗅いで。全然臭ないよ、マジで。おお、気持ち悪い。香ばしい匂い。ですよね。香ばしい匂い。香ばしい匂いだね。ありがとう。これで。よし。これでやめ。お願いします。お願いします。皆さんの強さを胸で感じることができて、やっぱ空手界も未来があっていいなと、まあ、これからの空手界も安泰だなと、まあ、そう思いました。僕はね、
今空手やめて MMA っていうね総格闘技の世界でやってますけど、まあ、やっぱ最強は空手だとね自分では思って、まあ、それを証明するためにねあの MMA の世界に行ってます。なんで皆さんは、ね、今こうや自分でやってるこの空手ってものをね信じてこれからもやっていってください。本当どんな人のパンチよりもね今日はきつくて痛かったです。自信持ってやってください。ありがとうございました。おっすおっす。2人から学んだもので、しっかり次の大会優勝してください。おっす。フェジャー、セイザー、おっす。フィッシャーメイリル、おっす。そう先生、先輩にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。頑張ります。おっす。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やでもこんな練習毎日やってるの。ハードだね。千葉学芸高校。ハードだけどみんななんかチームワークあっていいですか。これがあれですか。使いましょう。はい、使いましょう。ということで、まあ、今日はこんな感じで終わろうと思います。ちょっとね、どん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 高校とか空手部だったり、なんかぜひコメント欲しいです。で、大場先生ね、めちゃくちゃお腹強い。大場先生が、もともと現役でね、選手やってて、無限有志会っていう YouTube チャンネルがあって、そこでショート動画とかやってるんですけど、めちゃくちゃ腹打たれてて、めちゃくちゃ強いの。それをね、僕いつも殴られてるから、逆に殴り返して、それを取っていこうかなと思うんで、お楽しみに。おっす。お腹。お腹は、はい。お腹マジで俺より秒数長い。打たれるって言ったじゃないですか、全員。ちょっと、